早稲田大学応援部です。今日は応援の魅力について話したいと思います。レッツゴー。1月のオリンピックからやっぱり箱根駅伝になります。アイスホッケーもあるしね。4月から野球も始まるし、アメフトとかラクロス、いろんな応援始まるよね。どんな応援が好き？私はヨット応援かな。インデでメドレーを踊るのが本当に最高。俺はそうだな、ボクシング応援とか結構好きかな。私はアメフトとかラクロスとかでハーフタイム演技をやるのがすごい楽しいなって思うかな。わかる。野球もいいけどさ、他のスポーツの方が楽しいよね。今まで見たことがないスポーツも見られてすごく楽しかった。すごい交友関係が広がるなっていうふうに感じてます。私体操は行ったの楽しかったな。私フェンシングとかすごい楽しかった。俺は少林寺拳法応援がすごい楽しかったね。やっぱりコロナの影響って大きいよね。今までさ、俺らがやってた応援ってさ、声を選手に直接届けるっていう応援の方だったからさ、やっぱりいろいろ飛沫対策とかって俺らがやってきた応援もできなくなっちゃって、応援の形もさ、だいぶ変わったよね。あれではあれだよ、応援動画を撮影したよね。区間ごとに動画を撮影して SNS で配信して選手に届けられたかなって、すごい良かったと思う。当日もさ、テレビずっとこう張り付いて、例年とは異なる形だったけど、SNS っていう形を通じて応援できたのは、なんか選手の方々と一体となれた感じがして良かったかなって思う。あれが今のこのコロナの時代にできる俺らの最大限の応援方法だったよね。そういえば野球応援も外野での応援になったよね。選手や観客との距離は遠くなっちゃったけど、こう私たちなりに視覚的応援とか工夫して応援できたと思う。一時期応援できるのか分からなくなっちゃったけど、最終的にはいろんな人の支えがあってラストで応援できて本当に良かったよね。優勝した瞬間は球場中が一体となった感じがして、あの感動は忘れられないと思って。本当に令和一の応援だったよね。人と人とをつなぐ素敵なものです。生きがいです。人生です。一緒に応援しよう。神宮来てね。みんなで一緒に今合わせた。チャンネル登録よろしく。